う少し奥へ行けばすぐに暖かくなる。力尽きたのではなかったのか。そんなに強く抱きつかれると腕を動かせない。まずは雪に濡れた上着を脱いだ方がいい。このままだと風邪をひく。とりあえず私の服を羽織っておけ。これは濡れていない。腕を上げるんだ。違う、袖はこちらだ。風が当たって頭痛がする。結界を張った。これで風雪が洞窟に入ってくることはない。もうしばらく待てば雪は止むだろう。まだ震えているのか。背中が冷たいな。霊力をお前に送り込んだ。今はどうだ。お前が寒がっているのは分かっている。徐々に効き始める。肌が紫色になるほど凍えているではないか。ここは夫婦という壺だ。よく揉めばすぐに暖かくなってくる。鼓動が早い。気血が巡り出したようだな。冬の山の夜はもともと厳しいものだ。寒さをしのぐ方法ならある程度は知っている。力加減は問題ないか。なぜ体をよじらせている。痛いのか。あまり体力を消耗しない方がいい。もう十分加減はしている。これ以上優しくすればくすぐることになるぞ。この痛みがお前の教訓となってくれればいいのだが。山の幸を取りに行くのは晴れてからだと約束したのに勝手に行くとはな。また同じことがあれば私はもう探しには行かない。急に抱きついてどうした。私は怒っているわけではない。手が温まってきたな。よかった。他の壺もいくつか揉んでおくか。なぜくすぐったがる。
まだ触れていないだろう。私を騙したのか。私をくすぐろうとするな。私はお前とは違う。ここまで従わないとは。もう寒くはなくなったようだな。手を離せ。そうすればおとなしくするのか。体が温まったら外へ逃げ出す気か。多少温まった程度ではこれほど寒い夜はしのげないだろう。もう逃げるな。そんなにくすぐったいのなら自分で揉むといい。本当に壺が見つからないのか、それともとぼけているのか。指をまっすぐ伸ばし、手のひらを平らにして徐々に力を加えるんだ。違う、そこではない。そこも違う。ここだ。私には教えられそうにないな。帰ったら医学書の勉強も課題に追加しよう。あ、そうだな。もしいつか私がいなくなってもお前は自分で学べる。ただの例え話だ。心配するな。私はどこにも行かない。雪が止んだら家に帰ろう。